ていただければと思っております。私が岩手県の陸前高田市で支援活動をさせていただいたことをベースに、皆さんに女性の備えというところでの視点でお話しさせていただければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。最後はこれまで行った活動をちょっとご紹介させていただければと思います。長くやってきた活動は、外国人女性を支援してきたんです。日本にいらっしゃる母児の支援活動を長くやってきたんですけれども、その活動を一緒にやってきた NPO 法人が、NPO 団体がですね、被災地の支援活動の依頼を受けたんです。で、そのスタッフの中には、団体のスタッフの中に医療スタッフがいませんで、医療スタッフとして加わってくれないかということと、それからその団体は医療支援はしたことはないんですけれども、海外の難民キャンプなどのそういった混乱した場での災害支援は支援はしたことがあるので、現地に行きたいということで声をかけていただきました。で、私のその、医療者助産師という専門職の部分で何か手伝うこともあればということで、ぜひにということで参加させていただいたのがきっかけです。助産師ってお産だけじゃないんですね、関わるのは。イメージとしてはやっぱり分娩を中心にして妊娠、それから産後、育児っていうところに関わる職業というふうなイメージがあると思うんですけれども、助産師って女性の一生に寄り添わせていただく職業であります。というのも、生まれたところから死ぬところまでなんですが、赤ちゃんのところから成長していくところでは性教育なんかも私たち担当させていただいてますし、それから更年期に入りますと更年期障害の相談など、女性としてちょっとこう相談しにくい健康問題を一緒に話を伺うような、そんな仕事です。思春期支援を行いました。女性に対する対象、女性の対象も幅広くてですね、これも現地からニーズがあって作成したものです。普通のパンフレットよりも大きいものですね。字も大きくて絵で分かるようになっています。私が現地に入ったのは、4月1日なんですね。発災から3週間目でした。大船渡まで行った時点で私たちの気持ちがもう続かなかったです。あまりにもひどい状況で、もう私たちの気持ちがついていかなくて、ここでもう決めようと言って、陸前高田市があまりにも災害の被災状況がすごかったですね。ですから、どこも手は必要だったんでしょうけれども、ここで私たち支援活動させていただこうというところで陸前高田市に決めました。ここにベースを設けました。で、ベースといっても旅館なんですけれども、旅館にみんなで詰めまして、そこに現地スタッフを置きまして、支援活動を開始しました。で、私は4月1日から現地に入ったわけですけれども、こちらで仕事もありましたので、週末ごとに現地に伺いました。で、避難所に伺って、避難所の様子や、あるいは被災女性のお話を伺って、たりとか、あるいは現地の保健医療従事者とお話ししたり、保健医療チームと会議を重ねたりしまして、公衆衛生の状況ですとか、女性のニーズなども把握していきました。そうするとこんな感じで課題が出てきたんですね。やっぱり膀胱炎とか外陰炎とか、そんな問題が出てきたりとか、あるいはこういった被害者になる可能性ですね、犯罪の、そういったことですとか、あとは女性のニーズが反映されていない状況であるっていうようなことがちょっとずつ分かってきました。それで、私たちが支援が必要だなっていうふうに考えられたこととして、この4つを挙げました。治安の変化による防犯と、それから清潔維持、女性特有の健康問題に対する情報提供と、ニーズに合わせた物資の提供、そこを中心に私たちは活動することに決めました。で、まずはニーズに合ったものを配布しようということで、女のなっても袋というような名前をつけたんですけども、そういった女性キットを作成しの中に、その他に入っていたもので、喜ばれたものというのは、5月ぐらいに配布しましたので、震災も2ヶ月です。
2ヶ月後でしたので、皆さんのニーズがどんどんと変わってきて、この時期はやっぱ化粧水とか、そういった美容に関するものも非常に喜ばれました。で冬になりましたら、防寒対策としてレッグウォーマーとかネックウォーマーとかを配布しました。冬になりましたらもう皆さん仮設住宅に移っていたんですけれども、仮設住宅寒いんですね。本当に寒いです。性被害の注意喚起を促したかったので、そういったことを目的にしてパンフレットを作ったんですけれども、土地柄そういった性被害とかっていう言葉は受け入れられないので、もう少しマイルドにしようということと、それからその情報だけを提供してもやっぱりちょっと難しいんじゃないかということで、健康情報を一緒につけてパンフレットを作りました。これからカードはですね、何か話したくなった時にいつでも電話できるカードということで、電話番号を記載したものも一緒に配布しました。それからカードはですね、何か話したくなった時にいつでも電話できるカードということで、電話番号を記載したものも一緒に配布しました。で配布はですね、どういうふうにしたかというと、私たちはたくさんの人が集っている、その一緒になっている避難所に回らせていただいて、個人宅の方は保健医療チームに依頼しました。というのも保健医療チームはもう全部情報が流されてしまって、陸前高田市の方の状況が一つも残ってなかったんですね、データとして。ですからまずは本当に生存確認から一軒一軒回らなくてはいけなくて、この時ちょうど第一次ローラー作戦が行われていたので、一軒一軒に回っていただくときにこのナッテオ袋を持っていってくださいという形でお願いしました。で3セット作りました。セットはスズラン、ツバキ、シャクヤクというふうに作ったんですけど、で私たちどんなことをしたかというと、大体2時間ぐらいかけて1箇所回ったんですけれども、このナッテモ袋をお見せして中に入っているのはこんなものですよと説明し、それから防犯対策について少し触れて、その後に体重測定、血圧測定をして個別相談をしました。で6月ぐらいからは仲間のその助産師さんとか看護師さんたちがローテーションに入ってくださいまして、みんなカールガールと言ってくださいましたし、それから知り合いのアロマセラピストさんも入ってくださって、こういった活動を続けました。マネジメントが大変だったところなんです。大船渡、隣の大船渡市から保健師さんがお手伝いに来てたんですが、その方ももう1ヶ月で倒れてしまったりとかして、もう皆さん大変な状況だったんです。で最終的には名古屋から保健師さんが来て1年間統制を取ってくださっていたっていう状況なんですけども、そんな感じで皆さん疲れていたので、ナテオ袋保健医療チームにもお渡ししました。そしたら癒されたって言ってくださいましたね。でこれが避難所の様子です。ステージでこう大きいところでは全体にこうお話しした後には、お一人お一人とちょっと状況をお伺いしようと思って、こんな風にお話しさせていただきました。それから小さい小規模の避難所は20人から40人ぐらいのところなんですけれども、そういったところでも初めからお一人お一人とお話しさせていただきました。でお話しさせていただいてどんな声が上がったかっていうと、やっぱり皆さん眠れないっていう、それが一番でしたね。眠れないということ、それに伴って血圧が上がっている方が多かったです。それから女性が最も多かったのは月経不順です。全然生理が来ませんという方が非常に多かったですね。で仮設に移ってからもやっぱり眠れないという方が多くて、仮設に移ってから眠れない理由はそこにも書いてありますけれども、個人のスペースを持つことでもっともっと先のことを考えてしまって、気持ちが落ち込んでしまって眠れないという方が多かったです。で避難所では泣けなかったけど、仮設に移ってから毎日泣いてますという方もたくさんいらっしゃいました。初めて第1回目 の支援活動をした時に個別相談を私一人で対応したんですけれども、その時もう列ができるくらいだったんですね。その方終わったら次の方という感じで、もう皆さん誰かに話したいというところがニーズが強かったんだな。
でお話しし始めるとやっぱり同じ状況の人には言えないんだけど、外から来た人に聞いてもらうけどもすごく楽になるって言って皆さんいろんなことをお話ししてくださいました。で支援者の方にもお渡ししました。支援者も疲れてましたね。陸前高田市は保健師さんがもともと7名いらっしゃったところなんですけども、5名の方が亡くなったんですね。2名しか残らなくて、非常にマネジメントが大変だったところなんです。隣の大船渡市から保健師さんがお手伝いに来てたんですが、その方ももう1ヶ月で倒れてしまったりとかして、も皆さん大変な状況だったんです。で最終的には名古屋から保健師さんが来て1年間統制を取ってくださっていたっていう状況なんですけど、ローラ作戦で全部のお家を回らなければいけなかったんですけれども、全国の保健師さんが集まっていたので地元に馴染みがなかったんですね。ですから誰が来てるのかわからないということで、自宅にいらっしゃる方は入れたがらなかったんですよ。あなた誰っていう感じでなんですけど、袋を持って物を持ってきましたって言うと、じゃあどうぞっていう感じになる部分もありましたので、コミュニケーションのツールになったというふうにも教えていただきました。なっても袋は実用的な面もあるんですけれども、やっぱりちょっと楽しみな面も入れたいなっていうことも考えてお渡ししていたので、こんな風にいつも笑顔で迎えていただいて、私たちも支援を継続する元気をいただきながら活動することができました。でこれ仮設に入ってからの様子なんですけど、こんな風に皆さんに集まっていただいてお話ししました。で震災後すぐにですね、お話ししたいというニーズもあったんですけど、動きたいというニーズもあったんです。ですから皆さんと運動しました。こんな感じでハンドマッサージも非常に好評だったんですね。手をマッサージすることでよく眠れるということもありましたので、皆さんには今日は資料として運動とそれから指ヨガっていうものの資料をお渡ししました。共同社団体ちょっとご紹介させていただきます。一緒に現地に入った団体です。 NPO 法人難民支援協会といいます。でこちらは難民っていうのは避難民ではなくて日本に逃れてきた難民を支援する団体です。そちらと一緒に私は活動をしました。それから、資金援助を受けたところはジャパンプラットフォームというところとシビックコースというところから資金援助を受けまして、このなっても袋を作ったりプロジェクトをこう動かしました。別冊防災ブックという本なんですけれども、この本で、なっても袋をご紹介いただいています。でこの本はですね、非常に優れている本だと思います。震災から発災から段階分けて準備するものが書いてあるんですね。ここには支援者の方の心構えというページもあります。そこに関しても非常によくまとまっていて分かりやすい説明になっています。もいろいろなこう本からも引用させてもらっているので、こんな本を使いましたという紹介です。